四季島住宅公式チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。案内人の和田です。バジューサーの山本です。よろしくお願いします。本日はですね、四季島散歩第2弾ということで、買ってみたい街ランキング第7位の高槻市にございます、こちらの弊社の多摩川の分譲地をご紹介していきます。本日はですね、こちらの多摩川を担当しております営業の永井を特別ゲストにお呼びしました。どうも、本社営業部の永井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。今回はですね、この永井と一緒に豊かな自然と歴史に彩られた多摩川の魅力をご紹介していきたいと思います。はい、楽しみです。ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、では行ってみましょう。行きましょう。おじゃあ早速なんですけど、はい、この多摩川の分譲地の特徴を教えてもらっていいですか。学区とか周辺環境とか。はい、そうですね、こちらはですね、はい、小学校は三ヶ巻小学校、はい、中学校は、第七中学校になります。はい、全部で60校建つ予定となっておりまして。大きいです。60校かって結構広いですよね。そうですね、今第2期分譲中となっております。で、来年の春以降で第3期が始まります。はい、第1弾でやったとこも60区画ぐらいでしたよね。あ、確かに。牧島ですかね。はい、牧島で第1弾やったんですけど、はいはいはい、広いですね、ここも。そうですね、広いですね。で、もうすぐ見えてくるんですけど、はい、まあ、田園風景が残る街並みでして、はい、特に春なんですけども、はい、分譲地からも桜並木が見えますので、なんか、あの辺りですよね。そうです、あそこです。そう、綺麗でした。はい、ちょっとね、今6月になったんで青の、はい、緑の森が全部桜です。そうなんです。めっちゃ綺麗ですよね。はい、でこの分譲地なんですけど、通り抜けできる道ではないので。あ、いいやつですね。はい、住んでる方しか通らない道ですね。それ安心ですよね。そうなんですよ。こう子供たちが遊んでても。そうですね、今日は ね平日なんでお子さんいらっしゃらないんですけどね。はい、土日は結構皆さん道路でも遊んでおられますよ。あ、そう、わかります。はい、おしゃれなお家が並んでます。はい、おしゃれなお家が見えてきましたね。モデルハウスですね。モデルハウスですよね。まあ、こちらの2つとこちらですね。あ、これこちらもモデルハウスなんですね。これも最近完成したものなんですけどね。出来たてほやほやです。はい、でこの辺もこの辺が来年の春以降で、はい、第3期販売させていただきます。あそこに公園あるのもいいですね。そうですね、あちらはですね、この分譲地を開発するときに作ったんですね。そうですね。じゃあ新しいじゃないですか。はい、あ、こっから公園なんですね。そうです。あ、思ったより広かった。なんか遊具見えたんで、はい、ここは違うんだと思ってたから。え、めっちゃ広いじゃないですか。はい、キャッチボールもできるし、サッカーもできそうですし。まあ、それしたら怒られるかもしれませんけどね。あ、そか、すいません、それは、はい、それはダメかもしれないんですけど。はい、あ、ブランコ、よかったら。あ、一緒に乗りましょうよ。わー、めっちゃ懐かしい。子供にいつもやらせてあげてる。あ、いけるいける。体重か。じゃあ永井さん行きましょう、せっかくなんで。あ、3歳から6歳用です。あ、大丈夫です、大人乗っちゃダメとは書いてません。すいません。はい、大丈夫です。ちょっとだけやば、はい、せーの。おー、やばい、片手で乗るのちょっと怖い。酔う酔う。え、酔います。しましょうか。あ、めっちゃ楽しい。ちょっと、あ、普通に楽しい。なんかしっかりしたブランコですね。そうですね、何年ぶりかな。いや、私もほんと何十年ぶりこれ。そうですね、何十年ぶりですよね。しかもこの下もこのちゃんと芝生が、人工芝が引いてあるから。そうなんですよ、だから転落してもね、あんまり痛くなさそう。困る時にあれですよね、砂がかかって。そう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 、そうです。結構下が水たまりになってるところもあるんですよ。あるある、あります、あります。ここは安心です。安心です。楽しい。本当だ、ちょっと久々乗ると目が回る。で、滑り台もあるし。そうなんですよ。あれ砂場ですか。砂場ですね。え、結構休日はお子様ここいっぱいいるんですか。遊んではるの見ますね。あ、いや、絶対あったら楽しい。そうそう、先ほどもあの、この滑り台降りても人工芝引いてありますし。これでも大事ですよね。大丈夫です。で、鉄棒の下も人工芝引いてますね。ちなみにこの分譲地に住まれてる方の年齢層ってどんな感じなんですか。そうですね、30代から40代の子育て世代の方がメインとなっておりますね。はい、やっぱりそうですよね。はい、で、あとは車も置けますよね。そうですね、今販売してる区画で言いますと、はい、まあ、3LDK で、はい、延べ床面積が26坪から30坪程度の建物であれば、普通車は必ず1台止めれますし、はい、もう1台軽も止めれるような区画がございます。いいですね。はい、まあ、全ての区画ではないですけどね。大阪で2台置けたら嬉しいですよね。そうですね。で、しかも高槻市で。そうなんです。で、ここが
販売事務所ですね。はい、そうです。土曜日日曜日は必ずいるようにしてますので、はいはい、ただ来られる際は1本ご連絡お願いします。ご連絡いただいたら、はい、ウェブでもね、そうですね、何でもいいですので、はい、間違いないかと思います。じゃあちょっと中で、はい、どうぞスポットとか聞いていきましょう、はい、聞いてみましょう。じゃあ事務所入ってきましたので、はい、この多摩川の周辺情報をお伝えしていきます。まずこう周辺施設としましては、スーパーでしたら徒歩5、6分の場所に丸安がございますね、はい、す建物も綺麗ですよね。そうですね、新しそうなスーパーがございます、はい、でまあもう少し足を伸ばしましたら、はい、コープがございますので、うん、はい、そちらでねコープ派の方はね、そうですね、ご利用いただけたら。そんな派閥が、いや分かるんですけど結構ねコープにこだわる方もいるかな、ね、と思ったり。行かなくてもトラックでね運んでくるのもありますけど。見たことありますね。うん、あります、はい、あります。生協さん、そうなんです。生協系がね、はい、お好きな方はねコープもございますので、はい、ご利用いただけたらと思います、はい、あとはもう高槻の市民プールですとか、あと仕事所か、うん、大きいところがねございますね、うん、そうですね。自転車があれば行けますよ。自転車があれば行けそうです。そしたら永井さんのおすすめのランチスポットをお伺いしていいですか。ランチですか、はい、でもラーメンばっかり食べてるんですけどラーメン、そうなんですね。そうなんですよ。鶏そばザギンっていうのがありまして、おいしそう。なんか名前が銀座なのかな。そうそう、いやなんかザギンザギンザギンがなんかちょっと座るに銀でザギンなんですよなんか名前がちょっと高級感がある、はい、ちょっと豪快チックなザギンなんですかこれはね、鶏のスープの、まあ、コーンポタージュみたいな感じで、ラーメンで、ラーメンですよ、ここが美味しいんですよ。女性に人気そうですね。そうです、女性の方も多いですね、はい、そちらによく行かせていただいております。そうなんですね、ラーメン通やったんですね、はい、ラーメン通。まあ、それと平パーですね。あ、やっぱ平パーだね先ほどおっしゃってた、ね、汗を流して、はい、平パーですね、はい、行きたい、本当に行きたいんですよね。これからの季節いいと思いますよ。そうそうなんですよ、本当に夏はね、奥様いらっしゃる方にはおすすめだと思います、はい、そうですね。行ったことないのに言ってる、みんな、なんか周りの人がよく行くって言ってるかな僕もこの年では一人は行けませんけどそうそう、ご家族でね、そうですね、すごいいいと、はい、とかカップルとかね、そうなんです、いいと思います。はい、でしたらスーパーと近くにある多摩川の里、うん、先ほどのね、あの桜が綺麗なところですよね、はい、春はと、もう一つ永井さんのおすすめスポットに行こうかなと思いますんで、はい、みんな行きますよ、はい、ジャンプ座って、せーの、はい、はい、着きましたね。着きました、ここが丸安のスーパーですね、はい、分譲地から一番近いスーパーです。なってます。ほぼ何分ぐらいでしたっけ。5分ぐらい、もうかかってないぐらいですかね。5分かかってないぐらいでした、はい、私一応先ほどちょっと中見させていただいたんですけど、うん、本当に品揃えがもう満面なく揃ってる感じで、基本的に毎日使うのであればもうここだけで大丈夫だろうなっていうような品揃えでした。で、ね、日用品もありますし、はいはい、そうです、分譲地の方もよくここ行ってるって言ってありました。で、絶対ここ使わはると思います、はい、でこっちにね、はい、今ちょうどバスが来てますね、はい、駅まで出れますよってお伝えしてたバス停が本当この丸屋さんのお隣の、そうです、そうです、あそこですね、にバス停があるんですね。はい、これが JR 茨城に行くバスですね。本当便利です ね、 そうですね。私たち今こっち信号、あのこっち側道路渡っちゃってるんですけど、はい、分譲地から行くんだったら、まあ、あっち側に着くので、はい、なんでもすぐバス停はそのまま使っていただける感じになってますね。そうです、そうです。いいですね、はい、こんな感じの立地ですね。でしたらじゃあ次は多摩川の里行ってみましょうか。はい、はい、はい、ちょっとずれました到着しました、到着しました、ここが多摩川の里ですね。多摩川の里です。3月4月はもう桜なんです。桜がすごい、隣には川と、はい、あ、めっちゃ大きい魚が見えた。濃いですね、もう今見えたんですけど、めっちゃ大きい。その奥にはあれ亀がいますね。え、めっちゃ大きくないですか。いや、ちょっとだけ遊歩道歩いてみましょうか、はいはい、これはあの行き止まりじゃないので、まっすぐ行くとあの大通りの方に出るんですけども、へえ、はい、なんか本当に運動にはすごいいいと思います。そうですね、日陰になって涼しいですね。そうそう、今ねだいぶ歩いてきて、はい、ここからちょうどね、そうですね、あの分譲地が見えますね、はい、田んぼとほらあそこあれですね、あれがねモデルですね、はい、そうです、一番新しい最近完成したモデルハウスですね、はい、モデルハウスが
はい、桜越しに自分のお家を撮ることもできるかもしれないってことですね。あ、なるほど。逆にあちらからは桜並木が見えるってことですね。かっこいいですね、はい。まあ、こんな感じで、はいはい、自然いっぱいの遊歩道でした、はい、じゃあ最後ですね、はい、例のあそこにお兄さんのとこ行きましょうか、はい、せーの、はい、着きました。やってきました、はい、平パーすぐでした。車で15分16分、はい、すぐでした。もう歴史がある遊園地ですけど、めちゃくちゃ綺麗なんです。綺麗ですね、はい、綺麗です。あのゲート綺麗です。そうでしょう。もう今皆さん入っていってるのを見てすっごい羨ましいな、はい、遊びたいなって思ってます、はい、平日やのにすごい人。そうなんですよ。人気のアトラクションっていう感じで、はい、そうですね。あの V6 好きの方はぜひ、あの、なるほど、はい、園長がいはるんで、はい、年に1回ぐらいは来はるっぽいですよ。会えるかもしれない、はいはい、平日狙い目です。はい、でしたら、あの本日のこの多摩川の分譲地のご紹介は以上になります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。多摩川に関するお問い合わせはここまで、これやりたかった、はい、ここまでここまでお願いします。はい、で、あの次回またね、今これが第2弾なんで、はい、また第3弾も次はちょっと滋賀あたりでやりたいなと思ってますので、はい、ぜひあの楽しみにお待ちいただけたらと思います。今後とも、はい、四季島住宅よろしくお願いします。お願いしますチャンネル登録、高評価、ベルマークの通知の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。